こんにちは。こんにちは。契約選手について、はい、はい、選手からどうか選手からどうかわかんないですけど、契約シリーズですね。はい、去年やった作業の今年どうなってるかということですね。でこれはもうよく覚えてるんですけど、はい、多分ねもっと細かったと思うんですよ、うん、本当は、1ミリぐらいのアルミ線を縛って、はい、縛って太らせてちっちゃい5センチぐらいのケヤキ作りたいっていうようなことで、うん、多分やろうとしたと思うんですけどあまりにも細すぎてできないんで皮をむいたと思うんですよね、はい、それが今どうなってるかで多分葉っぱが出てるってことは根が出てんじゃないかな、はい、ただどんな風に出てるかわからない、うん、でこっちもそうですね止める根がなかったんでこの針金を芯に巻いてでぐーっと地に固定してやってるってこと多分根がない状態だったと思います、はい、なんか処理してる、うん、だからいずれにしてもどんな風になってるのかということ でちょっとこれここの枝が枯れちゃってですね腰高になっちゃったんですね、うん、なんで、まあ、この木もそうなんですけどこれはですね正直言うと鉢が欲しくて購入した木で上はもうあんまりね変わった樹形の模様木みたいな欅なんですけど、はい、取り木して、これはもうこれで上でもう処分しちゃって鉢だけ大事にしようというまあこれは取り木なんですけど、はい、まあこんなことを場合によってはやるかもしれないです、うん、根の出方によっては、うん、はい、開けてみてですね、うん、どうしようかっていうことをしたいと思います、うん、これちょっと見てみましょうかね、はい、でもし植え替えるとすれば次はこんな鉢に植え替えるかなというところですね、うん、一応準備しておきましょうか結構あれですねあんまり良くない欅たちっていう感じですかね、そうですねまあてかまだ若い木ですよね若い木の本当に上から作るか粘りから作るかってあるんですけど、うん、とりあえず粘りを先に作ろうということでやったやつですね、うん、でこれは将来的にはやっぱりその5センチの欅っていうのを作りたいというんでこれちょっと枯れてるっぽいですけどこっちに芽がいっぱい出てきてますんでもしかしたらまだね、うん、いくらでも作れ直せそうなそうですそうですこれを芯を伸ばしておいて太らせてでこういうちっちゃいので作っていくかもしれないですし、はい、これを生かしてですね将来これを芯に立て替えて、うん、あそれで作っても面白いかもしれないですね、あそれでやってみましょうかねもしあったらねこれ取っちゃってね、うん、これ芯立て替えてちょっとこれ作ってみましょうはい5センチあなんかもうおおなんかあるよ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 こんなことやってましたね、うん、はいどうなってるか、はい、まあ上がダメでも下が良ければうんそうですねそうですねむしろ下の方が大事ですよ、ね、下が大事ですね上は後からうんそう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 ですねあくまでも粘り作りを先にというやつですねこれはちょっと慎重に本当にちょっと上で取り消してるそうですねお、片根かなあ片方から出てる感じですかね、うん、出てはいますねちょっと掃除してみましょうか、はい、あこれでやったんですねこのあれがね針がね巻いてあります巻いてあるちょっと洗ってみましょうかはい、はい針金はやってあるけどもかなり上から出てますね片根ですね、まあ、ここに1個それらしきものがちょろっと下切っちゃうってことですかそうですねそうするとこれのもう意味があんまりないですもんねうんそしたらこれ切ってああだから出てはいるんだけど違うとこから出てるんですねこれ針金の下から出てますねどっちかっていうとだからやっぱりこの縛りが甘かったってことですよね下生きちゃったんですもんねでその下はもうここは死んでますよね、ここはね。ということで、やればここを傷つけて、もう一回発根させるっていうことですね。で、アルミ線をずっとかけていって、立てて、うん、いう作業ですかね。やりましょうか。はい。まあ、このアルミ線はもういらない。こんなちっちゃな細かいやつをね、ね作ってくるんですもんね。そうね。あ、枯れた。取れた。ここにわずかに1本ここにありますか細いのはありますけどこの辺はもう1回ですね5センチ欅ちょっと上かこれとこっちのですね
らないんで、これはいらないですね。はい、で、またルートンを。でもなんとなくこう、こけ順というかね、少しいいし、どうしようかな、枯れてるかな、枯れてるかどうかね、ちょっとまだ粘っこいんだけど、枯れてるな。であれば、もうこれは切っちゃって、ちょっともしかしたらこの辺生きてるかもしれないんで、この辺で切っといて、で、針金かけて、まあ、固定すると、はいはい、こうやって作ってくるんだってことですね。右はこの長さ1センチぐらいですもんね。そうですよね。かわいいのできそう。かわいいできそうですよね、うん、なんかできそうな感じはありますよね。これこうまっすぐですね。こうまっすぐなるように。で、初代はさっき言ったようにこれ多分取っちゃうと思うんで、これが芯になってくると思うんですね。はい、はい、ね、なんとなく想像できますかね、将来が。小さすぎて追えないんですよ。ちまちまする。こんな、あそこで切るみたいな将来。そうですね、こんな感じですね。で、これ横に広がっていくんでしょうね、はい、そうですね、そうですね。こういうところでどれを使うかですね。相当ちっちゃいの。ちっちゃいのできますね。5センチいきますよね。これで、これもう一回巻いておくか。こういうやり方がいいのかどうかわかんないですけど、これは遊んじゃうといけないんで、どうやって止めてるんですか。とりあえず下行って、それから上に上がってきたやつをもう一回幹にかけました。そうすれば固定されると思うんで。で、初めて見える。いや、私も今考えた。こういうのは少しこれで消してあげれば、これでしっかりしてますね。お、うん、はい、それで、結構、うん、あとは大きめの粒で、大きいと入れすぎましたね。入れすぎます。若い方がいいですね。あ、そうですね。根の周り、ちょっと水桶巻いておきますか、もう一回。なるほど。発根しやすくするため。そうですね。だから、こういうのも、わかんないです、いいかどうか。うん、やってみたって感じですよね。チャレンジで、うん、これを入れてみて。で、なんかこういうやり方がいいとか悪いとかよくあるけど、うん、全部経験しなきゃ分かんない。そうですね。そう、これだの、あれもありましたね。タヌキもね、こうした方がいいとかね。コメントですよね。あ、そうコメント。これはこうしてこうした方が。そう、私も分かってるんですけど。ネジ、この木にこの木をつけようと思って横ネジやると浮くんですね。本当はここは貫通した穴を上げといて、それだけネジ止めて押さえた方がいいんですけど、そうするとこういうの負担が強すぎちゃうんで、ただ縛っといて、あえてくっつけた状態で両方ネジ来たんですね。自分なりには一応理由があって、してるんで、うん、まあいろいろやり方ありますよってことですね。あ、これはちょっと、まだ来年ですね。5センチ盆栽ができるまでっていうのがもしかしたら、ドキュメント量。何でかかんすか。粘り作って枝作ってたから3年以上はかかりますね。かかりますね。まあ、どんな風になるか。いくらあっても、うんうん、棚を圧迫しない。そうですね、うん、で、例えば5年作ってこれが2000円とかだったらやっぱ寂しいですよね。寂しい。5年かかってね、できた時にね。この上取ってあるのは、やっぱり発根を流すっていう意味と太らせるっていう意味ですね。はい、はい、で、将来はこちらで作っていくよってことですね。はい、はい、じゃあ水やり忘れてましたんで、このペースで3本やるんですか。あ、いや、あと1本だけ。あと1本だけ。あと1本だけ。すごい動画長くなって、すごい動画ちょっと長くなって、これが終わりましたと。どっちやります？こっちだって紹介してないから。そうですね。はい、はい、これですね。じゃあ、はい、長くなるのでもう一本だけ、もう1本だけやります。これはちょっと残念ながら後で、ちょっとだけにしましょうかね。ここを見るだけは、あ、見るだけで入れましょうか、ね、あ、そうですね、はい、じゃあこれをとりあえず外してどうなってるか。なんか出てる。出てはいる。ちょっととりあえずこれどうなるかわかんないんで、このままにしときますね。出てはいる。アルトン。あ、アルトン。被害が少なかった。被害が少なかったです。
でも、うん、そこそこですかね。そこそこ出てますね。そこそこですかね。ちょっともう一回これも洗ってみましょうか。これでもね、粘りはね、やっぱ大事なのは、まあいいか。今年植え替えしたやつ、根がひどかったです。うん、これ言っていいのかどうか。去年もで枝ばかりの上がね、みんなすごく綺麗にできてたんですよ。これも綺麗だった。これもこの3つ、これもですね、綺麗な二股で、なってて、でこれもそうですね。こうか、こうですね。綺麗ですよね。すごい浅いところで埋めてる。あ、っていうのは根がもう全然できてなくて、ゴチッと塊になって一本太いのがね、ぐるっと回ってた。だからもうほとんど取り木状態ですよ、これ。そうですよね。うん、だこれは上から先に作ったんで、下が全然できてなかった。結構ありますよね。てかほとんどそうじゃないですか。ほとんどそうなんですよね。だからやっぱり粘りが作んなきゃできないってことですよね。そういうことですよ。うん、作んなきゃできない。僕が最近買ったケヤキもね、根っこゼロから作ってます、今。ああ、直根で。そうですね。だから、なんだか持ってきちゃったけど。なんで持ってきた。だから粘りは作んなきゃいけないってことですよね。まあそうですね。はい、積極的に。はい。でも僕がやりたかった株立ちの感じで作ってたから、ああいうの買うべきですね。上ができてて株立ちで作りたいと。そうですね。そうですよね。あれ可愛いと思うんだよな。可愛い可愛い。うん。ちょっと根がだいぶ切りますね。はい。ちょき。で根の状態は微妙ですね。微妙。微妙だな。出てないところも出てない。ちょこちょこと。結構嫌なのがこの上下が揃ってないというか。そうなんですよ。位置がね、こう互い違いにこう出ちゃうんでね。でも多分これは去年これ新しく出た根だと思うんですよね。これこの根、それが新しく出た、ね、多分嫌なとこの辺なんか削った跡ありますよね。ここら辺が多分ずっと削って、ただこれを生かすかどうかですね、将来ね。このごついのこれも新しくいいですよね、多分 ね。だからここ見ると、ここの位置で揃ってくれるといいなって感じしますよね。そしてやっぱりここ少しごついですけど、まあ、このごついのを少し抑制してこれを切っちゃって、ちょっとやってみましょうか。せっかく出てくれたんだけど、これだな。でもこの位置だね。だそしてやっぱり次、じゃあ今年どうしようかというと、やっぱここもうちょっともう一回、うん、ここから出したい。でこの太いのをやっぱりもうちょっと抑えたい。ここはもうまた来年見て、うん、そうですね。で、良くなってると嬉しいんですよね。そうですね。ね、そう。開けて、ガチャガチャやるような感じですよね。そう。ケヤキの外れたみたいな、ね。植え替えて、1年後に答え合わせできるみたいな、ね。そうですね。これもうまくこうできてくれれば、この辺で できればね。そうです。揃いたいですね。ちょっとここ微妙ですね、ここね。だから多分今年の成果っていうのはこれとこれ。ですよね。これもあれですね、もしかしたらよくこう綺麗ななるかもしれないですね。じゃあこれでもう一回、今年ここですね。縦は同じかな。同じですね。一旦は削って白いとこ出して、この折れた方の葉っぱの台を使うと。そうですね。もったいないからね。たっぷり使いますね。はい、ということでたっぷり、はい、まだ余ってますけど、でこれも水がけをつけてですね。水がけ、はい、っていうのはルートンつけても水がけると取れちゃいますよね。それもあるから、ちょっとそれもね、悩ましい話なんですけどね。すごい。だから粘り作り大変ですよね。これでだってようやく今年の成果ってさっきのね2本ですから。で、今日やったところがまたね、来年出てくれればラッキー。最初の直根の状態で、取り木か削るかなんかして、うん、で1年で 2,3 本出てきて、本だから8本粘りにするのに 4,5 年かかるってことですよ ね。 そうですね。でそこから成長させるわけですよね。で買うときに見えないっていうのがまたね、見えないですね。でも僕はもう全部直根だと思って買ってますね。あ、ここ苗を買う、あ、その方がいいですね。で自分で作るんだよっていうことですよね。いいじゃないですかね。特殊ですけど、やっぱり初心者におすすめ。そうですね。そう、松とかと一緒に雑木で欅とかも短かったりを、はいはい、持っててくる。そうですね。まだ楓派ですもんね。はい、そうですね。はい、もみじ楓派ですね。
はい、もう変えてるのがいいような気がします。うん、枝作りも盆栽一つですけど、粘りもね、うん、一つの作業だってことですよね。小白だと粘り作りってあんまりないじゃないですか。ないですもんね。本当は水先でもいいんですけど。はい、そうですね。せっかく座ってるんで。これで結局来年取り引きしましょうかとか言ったら今までなんだっていう話になっちゃうけど、でもなんかちょっと樹高は高いけど、うん、綺麗な木ができるかもしれないですこれ。そうですね、うん、これねこう立ってってね、うん、若干ここで曲ついてるじゃないですか、うんうん、これ聞いてもいいかなっていう、うん、なんかねここ取れちゃったしね、ここにいい枝あったんですけどね、そのね枝でなくなっちゃったから低くなってたはずなのに、うん、まあまた来年考えてね、これだってお祭り出しましょうって言って1000円とかあったら悲しいですもんね、うん、やっぱ売れないですよね。でも上しか見えないじゃないですか、見えないからね、1000円でもちょっと怪しいです、ね、怪しいだけど根処理はちゃんとしてあるからね。そうそう、目は、うん、目を見たら1000円でもいいかなと思うけど、そうですね、これだとねさっきのあっちのね粘りできてなかったって言ってあっちの方がよく見えますもん ね、 いいもんね。そう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 、ということで粘りは大変だっていう締めに入ってますけど、はい、はい、でまた来年紹介できれば、さっきこれもう覚えてますんで来年どうなったか、うん、ね、ちょっと印象があるんでまた楽しみに1年後、はい、痩せてるといいです。もう植え替えの時期になってますけどね。ああそうですね、5キロ、5キロということでしたけど4キロまで行きました。4キロまで、はいはい、もうちょっと、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございました。去年のケーキでした。これさっき言いましたっけ、これ鉢が欲しくて聞きました、ね、すごくねいい鉢なんで、で、上がこんなんで取り木をしたということで、根が出てるかどうか、出てるかどうかですね。出てるかな、あ、なんか回ってますねこんな感じで。あ、本当だ。でも腐ってる感じ大丈夫かなこれいつでやったんですか。これは多分、うん、去年の5月6月ぐらいじゃないですかね。多分これお祭りのために、いっぱい先輩のところに買いに行ったんですよね。いっぱい、その時に持ってきた一つですね。なんか出てないな。出てない。もしくはやっぱ型ねってやつですかね。あれやったら良かったかもしれないですね。え？二度掛け？二度掛け、あ、ありましたね。コウメンさん。あ、やっぱ型側ですね。カルスが巻いてる感じですね。まあ、とりあえず、型ねというか、このままもう一回やるか、かけ直すか、もうこれを植えちゃうかですね。切って。そうするかな。切っちゃう。うん、切っちゃって。これは、もう一つは、とりあえず、いや、下はまた使えないかなって、ちょっと、えぐいこと。はい。そうですね。死んでますね。死んでるってことですよね。ここは死んでるんだから、上は生きてるけど、多分。どうですか。うん、死んでますね。あ、ダメだ。はい、枯れてた。うん、枯れてるんですね。だって この下がもう、ここが枯れてるんですもんね。じゃあもう本当そこだけで生きてたんだ。うん、ここだけで生きてたんですね。あ、これはとりあえず根はさばいて。あんまり YouTube だから死んでるとか言わない。そうか、死んでます、ね。そうですね。お亡くなりになった。違う、同じか。枯れてるで。枯れてるでいいですね。そうですね。というわけで。はい、というわけで、これは。おまけなので。おまけの方で。はい、はい、これはちょっと。ちっちゃい鉢に植え替えたいと思います。型ねって言っても、ね、でも何箇所か出てるんですかね、うん、こっちをだからもう一回同じようにこれで処理して、はい、鉢、はい、に植えたいと思います。わかりました、はい、ということで皆さんも、はい、ケヤキ楽しんでみてください。楽しんでください、はい、こんな面白い樹形のやつもあるってことですね。何それいいか、もう泳ぎですもんね泳ぎですもんね、お祭りで、お祭りでそれも、はい、大丈夫です。これ作っときますんで、はい、はい、ということでこんな遊び方もあるってことです。はい、よくコメントで盆栽をお金で判断するなみたいな、あ、そうです、ね、たまに来るんですけど、あ、はいはい、価値を上げるものじゃないですか、うん、そうですね、そうで価値の判断基準でお金が一番分かりやすいです、うんうんうん、そうですね、それでいいんじゃないですか、ね、そうですね、この木はいいとか言ったって分かんないですもんね。
嫌だと思ったとしても、うん、人にそれを言うなって思いますけどね、うん、僕は、うんうんうん、これ流すんですか。流します。僕はそう思ってます。はい、一つの目安ですよね。目安ですから、うんうん、いい気ですねったってね、どれくらいの良さなのか分かんないですもんね。価値を上げるっていう目安というもので一個、うん、お金は入れといた方がいいと僕は思います、うんうんうん、いますね、何十倍とかね、よく良くないとかってね、そうそうそう、聞きますけど、いいか悪いかなんか誰が決めることじゃないし、うん、そうですね、ということですね、はい、僕の意見です。はい